初代リンジー伯爵、ロバート・バーティー初代、リンジー伯爵、ロバート・バーティーは、新京都革命期のイングランドの貴族、軍人。父は、第十三代ウィロビード・アーズビー男爵ペレグリン、バーティー。母は、第十六代オックスフォード伯爵、ジョン・ド・ビアーの娘メアリー。1596年のカディス遠征に参加して、ナイトに上されたが、陸戦から遠ざかり、海戦に移り、 1626年と1628年にイングランド艦隊を指揮したが任務は失敗に終わっている。戦闘ではないが、1635年に船舶税の最初の徴収分で作られた艦隊の指揮も取り、イングランド水道を行ったり来たりしていた。1626年に臨時伯爵に助せられた。母を通してオックスフォード白衣継承権を持っていたため、 1625年に第18代オックスフォード博ヘンリー・ドビアーが、ケイ氏が、ないまま死亡すると候補に上がったが、男系で、当園のロバート・ドビアーも、相続人であり、貴族院の裁定で、ロバート・ドビアーが第19代オックスフォード博に決定した。1642年に第1次イングランド内戦が、勃発すると、王党派に入り、国王チャールズ一世から総司令官に任命された。 だが人形と戦術をめぐって、チャールズ一世の老いの騎兵隊長ルパートと対立、憤慨して、ジェイコブ・アストレーに不評指揮権を譲り、自らは中央のこの F 不評連隊を指揮したが、10月23日のエッジヒルの戦いで、議会派の騎兵隊に襲撃されて、重傷を追い捕虜になり、翌日の24日に死亡した。1605年に、 エドワード・モンタギュー・オブ・ボートンの娘でボートンのモンタギュ男爵、エドワード・モンタギューの姉妹エリザベスと結婚13人の子を設けた。ウェッジウッド、P114、ガードナー、P112、ロイル、P407、P408、タムラ、P77、P78、P80、ウェッジウッド、P122、P130、 P132P133 ガードナー P112P113P121 ありがとうございます。